2022年11月9日、こんなスレが投稿された。コンビニで買える、最強のおつまみあげてけ。コンビニは、何でも揃う最高の場所。そんなコンビニで、何ジェイミンたちは最強のおつまみを決めようという。一体、どんな商品が人気なのだろうか。最後までご視聴、よろしくお願いします。コンビニの最強のおつまみあげてけ。唐揚げ、枝豆、ビーフジャーキー。暴君ハバネロ。めっちゃ合う。味覚がダメになるから、苦味を感じなくなるな。でも、飲むのはビールじゃなくても良くなるな。うまいビールにおつまみは必要ないと思う。ブルートレインに乗ると、アサヒドライ缶2本と、ミックスナッツ1袋でした。俺もこれ。ペールエールはつまみいらない代わりに、喉カラカラでキンキンの飲みたい。ガタ揚げポテチ。ポテチかね。とにかく乾き物よ。乾き物なら、ドンタコスみたいなトルティーヤチップスがいいな。何のビールかによるよね。とりあえず、辛い系の料理は、バドとかオリオンとか、流し込める系ビールがいいよね。わかってるねー。空港とかホテルのカウンターで飲むビールは、つまみがなくても一番うまい。ああ、いいね。雰囲気って大事だよな。ドイツのカラッとした夏の日に外で飲むビールは、最高だった。自慢すな。ゆで卵、焼き鳥もも塩、チーズ、サラミ、カラキュー、穂先メンマ。これがメンタリズムや。はあ、スモークタン、な。至高だ。煮卵やぞ。浅いわ。つまみなんて交わす、酒飲み。死ぬぞ、君。うずらの卵やぞ。まあでも正直、チーズサラミはスーパーで買った方が格段に安いのは、認めたるわ。くん玉、レンチンするホッケがうまいのに。辛口当たり目。イカ天、当たり目、もつ煮。レンチン系は、ホットスナック以外はいらんわ。ファミマのポテチキの辛いやつ、ほんと好き。ビールに合うわ。極まると塩だけらしいが、そんな境地に行きたくないわ。うまい棒と、ブラックサンダー。デブ、シシャモ、チャーシュー、イカフライ、鮭とば、ビーフジャーキー。あと、ワイの揚げてるやつは、どこのコンビニにもあるやつやからな。そこもポイントや。うるさいわ。コスパならカニカマ。なんでも合うのは、ビーフジャーキー。ポテチや。デブ、ローソンだけだけど、鮭皮チップスうめえ。糖質ゼロや。ローソンの細いカルパスみたいなやつ。ファミマやったら、ファミマカッパエビ戦艦は、通常より太くてうまい。ポテチとか、酒飲むには味薄ない？特にミックスナッツで酒いくやつとか、理解できないんやが。プリンとか良くないか？良くない。キャラメル。Y クラスになると、アーモンド小魚なんやけど、わかるに気おる？酒に合う合わない関係なく、まずいぞ。したらば、からし明太子。超絶有能 Y、揚げ銀杏。セブンの、豆腐の上にカニカマとゆず乗ってるやつ。肉が欲しいならペッパービーフ。200円くらいでお得。おでん始まったぞ。酔っ払いのおっさんがおでんの蓋開けて、そこに思いっきりくしゃみしたのを見てから、コンビのおでんは食べなくなったわ。辛いか。味付けメンマ。これ、おすすめやで。焼き鳥の缶詰。イカ揚げたつまみは、定番だけどガチ。カルパスかポテチ。ローソンの炭火地鶏。割高やけど、サラダッシュ。明太ポテトサラダや。これ、ほんまビール進む。鮭とばしかないやろ。ワイは漬物系やな。たくあんとか、白菜漬け、イカの塩辛とかも。しょっぱいつまみは、少しの量でいっぱい飲めるからええよな。サラミにてんこ盛りの塩は、間違ってないってことか？サラミに塩振ると、塩そのまま食べてる気持ちにならんか？塩そのままガツンといくの、苦手や。ローソンのホルモン鍋、なくなったんじゃないの？知らん。生ハムとレーズンで、ウイスキーグビーよ。味の濃いカップ麺、チーズちくわ、でっかいカニカマ。柿の種、わさび味。ここまで海味線なし。海苔。うまいし、食物繊維も豊富。あと、あるなら冷凍枝豆。セブンの200円のカニカマ、300円のイカの一夜干し。もつ煮でしょ。コロナのせいで、おでんは買えんわ。去年とかの開けっぱなしガードなしより、綺麗やろ。サラミソーセージ。セブンなら、柿ピーやな。そもそも、コンビニでおでん売ってる方がおかしいんやけどな。タコはさ、売ってねえよ。何でもある気がするが、いざ買おうとすると、物足りなさを感じる。コンビニで、一番ビールに合うつまみってなんや？今、あげてんだよ。唐揚げくんレッド、ファミチキ、煮卵。ビーフジャーキーとかポテサラ、どうや？ポテサラは、一番じゃないが、必ず買うで。ファミチキはうまいが、ビールで一番ではないな。ビールって、まずいくせに、合うつまみも限定されてて、クソ雑魚よな。焼き鳥も飽きたんよねー。煮物系とか欲しいな。ビールに合う煮物とか、ビーフシチューしかないじゃん。ビーフシチューって合うんか。売ってるやろか。レンチンのやつあるやろ。ビールに合うかは知らんけど。
あるんか。てか、ワインの方が合いそうよな。今手元には、450g のガーリックステーキと、ドンタコスがあんねん。これじゃ、ビール503缶には心もとないから、なんか欲しいんや。ローソンのシューマイ。ピスタチオ、おすすめやで。セブンの、ねじられたチーズのお菓子か、明太もんじゃのお菓子。カリカリダブルチーズ、うまいよな。塩辛買ってきて、オリーブオイルで煮る。耳が、耳がって、そんなにうまいんか？豚の当たり目みたいな感じ？耳が食ったことないやつがビールの当てを聞くとか、世も末だな。旨味のついた鶏軟骨薄切り、って感じよ。軟骨苦手や。コリコリがなんかあかんねん。全身餃子や。セブンのプライベートブランドのお菓子は、コスパAで。ベビースターラーメン丸く固めたみたいなやつとか、ネジネジしたチーズ味のやつとか、酒に合う。菓子は、ドンタコスがあるんよね。塩バタピー。鮭とば、うまいけど高いねん。マイナポイント5000ゲットしたから、購入したいんよね。セブンの鶏味噌鍋。ローソンの黄色いパッケージの、鶏の炭火焼き。セブンのテトラパックのやつ。ファミマのタンスティック、超おすすめ。耳がうまいよな。ずっと噛んでられる味の濃いやつやったら、ええんとちゃう？とりあえず、ソーセージは買え。ファミマに、パックの豚もつ煮みたいなのあるやろ。よく言うけど、ビールに枝豆って、別に合わないよね。醤油と、なんかの油でやった焼き枝豆は、うまかったで。ポテトとソーセージの盛り合わせ、よく買う。ミーノだっけか、豆のお菓子。セブンホットスナックの春巻きが、パリパリでお気に入りや。砂肝なんてどや？セブンにも売ってたやろ、確か。セブンの辛口カルパス、好き。ナトリの、アルミパックのバタピー。塩がガツンと効いたバタピーは、うまかったな。だが、スーパーやった。グラッツみたいな名前の、ぶっといプリッツみたいなお菓子な。ただ、肉系はもうガーリックステーキがあるんよね。言うほど、ビールに合う合わないってあるか？刺身にビールは、勧めてきたやつ殺しても無罪になるレベルで、合わない。普通に、刺身でビール飲むぞ。そらそうや。そもそも、食の合う合わないに、好み以外の基準なんてないやろ。ああ、ビールだけか。俺ならツナ缶だな。冷凍のチゲ鍋。ローソンの冷凍ホルモン鍋、食いたくなったわ。昔に比べたら値上がりがえぐいけど、味はいいんだよな。セブンのサバの塩焼き、ええで。セブンに売ってる冷凍のホルモン、うまいぞ。こてっちゃんはよう食べた。肉とかしはあるから、サラダなんてのもありかもな。アルミ鍋のホルモンのやつは、ローソンやったっけ。イナゴの佃煮。ウォッカをチェイサーにして、ビールを飲む。でかいペペロンチーノ売ってるから、そこに、ハムステーキかチョリソー足せ。ジャーマンポテト。生ハムやろ。ローソンの、砂肝ネギまみれよ。イカフライ。辛いやつもか。ホテイの焼き鳥缶、塩、ポテトサラダ、チーズ、チェダーチーズ味。ダメ。え？ダメ。メインの酒は、なんなんや？おすすめあったらさらしてや。コンビニ行くのすらめんどくさいから、ポテチ食うわ。デブー。カキピー、一日半かけら。デブー。シャバにいる時くらい、合流しようや。酒は、麦とホップのロング缶6本や。麦ホ、うまいよな。一晩で飲むんか？そらもう、グリーよ。普通、日高屋行くよね。出てけ。唐揚げくんと、白菜漬け。普通、スーパーで惣菜買うよね。出てけ。コンビニしかない縛り屋で。冷凍のたこ焼き、お好み焼き。ええな。しかし、粉もんかぶっとるけど、ええか？100円餃子、かける5。3リッター模様飲むは、原付きかな？わろた。これはつまんない。わいも、今からコンビニ行って、ビールとつまみ買ってくるわ。カール、チーズ、チップスター、塩、茎わかめ、イカくん、ドライソーセージ。君、まとめかオープンかツイッターとかから、最近来たばっかやろ。ちゃうで。にちゃんは、8年前から来たりしとるで。ナッツの詰め合わせ。Y は500円で、夕方スーパーで、唐揚げ、ポテトフライ、甘酢あんにく団子、買ったで。出てけ。スーパーの方が安くてええよな。しかし、コンビニしか空いてない時は、コンビニで賄うしかないんやで。つか、社会人なら残業でスーパー行ってる時間ないから、コンビニになるんやけどな。24時間スーパーってのがあってな。残業前提とか、底辺ブラック企業で草。かって、わら。都会のスーパーは、遅くまでやっとるぞ。エアプやろ。だいたい10時で閉まるわ、アホ。12時まではやっとるやろ。ちな横浜。あんなヤンキー街は知らんわ。ヤクザたくさんおるんやろ。ちな武蔵境。武蔵境って、そもそもスーパーあったっけ？大学時代、友達が住んでて死ぬほど遊びに行ったけど、駅前のセブンと、松屋と、銭湯の記憶しかないわ。なりますおった時、最寄りのスーパーは12時まで営業しとったよ。ファミチキうまいんを。
わかるんを。ビーフジャーキーだわ。惣菜は冷めると美味しくない。うまい棒45本嫉妬民、見苦しいぞ。イカ買わないとか、にわかかな？ローソンなら、冷凍のもつ煮やろ。晩飯のおかずにもなるで。チーカマおでん、おわ、スルメ。22時ぐらいにマックスバユ行ったら、半額の惣菜買えるで。普通の弁当と、焼きそば的な麺の弁当と、唐揚げの惣菜買うけど、普通の弁当食ってお腹いっぱいや。セブンプレミアムの鮭の塩焼き。酒のつまみとして、マジで有能。わいはセブンの海鮮お好み焼き。セブンの生ハムとかキピー。生ハムええな。和風ドレッシングかけて食うで。多分、そのままが一番うまいで。なんかしたい年頃なんや。半分はそのまま食べるで。きしょい。ビール嫌いなワイに、苦くなくて飲みやすいの教えてくれや。ローソンの300円定食。全部半分ぐらい食って、残りは捨てるから、実質150円で食える。ええ、困惑。クソデカポテチと当たり目買うんを。24スーパーの真横に住むわい、高見の見物。なんやそれ、無敵やんけ。中途半端に惣菜食うと、普通にがっつり飯食いたくなって、晩酌どころじゃ済まなくなるんだよな。ちな、デブ。それはデブだけ。サラダと冷凍食品一品か二品。それで500円くらいだろ。お腹いっぱいにしようとすると、炭水化物によるけどな。冷食は安くていいけど、コンビニサラダは高くて手が出ないやで。いけ、気休めに野菜ジュースでも飲んどけ。ローソンのイカ明太か、セブンのスモークタン。大正義ひねり上げやぞ。あれ、なぜかビールが進みまくる。最近、食欲止まらんのやが。コンビニ行って、ストロングゼロ3缶と、男梅3缶に、弁当2つ。ポテチに、唐揚げやピスタチオ買って、2500円ぐらい使うんやが、過食症やろか？体重何キロや。明らかにやばい。弁当2つはあかんな。塩分と糖分取りすぎや。イカそうめん好きなんやけど、ワイぐらいやな。騙されたと思って、レジのドーナツ買ってみ。それはない。スモークササミやろ。俺くらいのレベルになると、手の甲に乗せるための調味料を常備してある。ちょっと高いけど、タルタルソースがおすすめだ。クリームチーズと、たくあん。海味鮮、ポテチ、唐揚げ棒。冷凍コーナーの、もつ鍋ベビースターラーメンもいいぞ。セブンの100円ポテチ。デブー。ローソンで、ながらと豆腐に、PB の100円のスナック菓子やな。セブンのミートボール好きや。7個くらい入ってて100円やから、つまみにええわ。サラダチキン、じゃがりこ的なやつ、カップヌードルカレー。無駄遣いとわかっても、コンビニで買いすぎるなんジェイミン。いかんのか？スモークタン、めちゃすこ。毎回同じのばかりや。おすすめ教えてください。ちなみに、セブン、辛いきゅうり、ファミマ、からしマヨカニカマ、ローソン、鶏炭火焼き、が好きです。ホットスナックは食べません。ちなみに、今日はビールから日本酒に移行します。ローソンのこんにゃくチップス、うまい。セブンのタコとブロッコリーのやつ。もやしとザーサイのやつ。セブンのキノコとサバの缶詰、うーうまい。オリーブオイルサバ缶、うまいよな。ローソンのクリーミーチーズ入り生ハム。セブンは、わかめの酢の物がいいぞ。セブンのチキンカツサンド、324円。詐欺じゃなかった。ワイワチンするわ。ローソンならスモークタン。食べたことあるわ、うまいイメージや。セブンのすりおろし大根とシラスが乗っているやつと、砂肝ポン酢。見たことないわ。セブンは地域で変わるからな。セブンの鮭とば、好き。硬いやつか？そう。セブンのザーサイと鶏肉のやつ、好き。あと、冷凍ブロッコリー。好き。おろしそばに乗せると幸せ。セブンの和風ポテトサラダ、うまいよな。ローソンは、冷凍のホルモンのやつ。いっち、近所LCRか？100円カシューナッツと100円チータラ、これ、鉄板屋で。他にサバ缶78円とか、特売品買えばええ。コンビニ言うてるだろ。セブン、砂肝ポン酢、したらば。ファミマ、マービー。ローソン、細長いカルパス。セブンの、豆腐の上にカニカマと柚子乗ってて、和風出しかけるやつは、ガチ。ローソンなら冷凍餃子。セブンのおつまみニンニク。明日は休め。たまーにありえへんくらいスパム食べたくなるから、コンビニで買ってるわ。野源軟骨塩レモンテーキ。セブンの冷凍の炭火焼き鳥。銀のハンバーグ。ソースで飲めるよな。デブ。セブンの、チリ味ポテトチップスも美味しい。これ、少し前に、もっと辛いやつが売ってたんや。それがめっちゃ酒に合ってたから残念。ちな、セブンなら、ホットスナックの焼き鳥3種類買ってきて、キムチ、穂先メンマだけでもそこら辺の居酒屋レベルの幸福感味わえるわ。セブンの焼き鳥と揚げ鶏は、酒にマジで合う。ローソンのメンマや、信じてくれ。無限に食べたくなるうまさなんや。しょうがねえな。
どこにでも売ってるわけやないんやけど、セブンの焼きかまぼこ、くっそうまいで。セブンイレブンのニンニク醤油、これにとろけるチーズ乗せて、レンジで30秒チン。爪楊枝を刺して、つまみながらビールを飲む。これが世界最強。お前らにだけ特別に教えてやるわ。メモしとけ。汁は捨てていいんよな。せや。捨てないと、濃すぎる。ファミマのお母さん食堂、つこ。ローソンのホルモン。冷凍のやつ、銀の鍋に入ってる。ローソンのホルモン鍋、うまいけど量がちょっと多くて、小腹埋めるには使いづらいのが難点。セブンイレブンでランキングしてたけど、1位は穂先メンマだったな。あれはつまみとしては、公衆最強。なんだよ公衆って。でもありがとう、みんなの、参考にするわ。いかがだったかな？やはり、コンビニは便利みたい。皆さんは、スレの中に好きなおつまみはあったかな？おすすめのコンビニのおつまみがあれば、コメントで教えてね。これからも、有益なスレを紹介していくので、よかったらチャンネル登録と高評価、よろしくね。ご視聴、ありがとうございました。